わいは日本酒飲んでます。おっとな、引き込まれてしまいそうな目ですね。目力あるって言われる。みんな撮った？今のスクショタイムだよ。遠近法。え、今日名古屋暑かったの。なんかストーリー載せたんだよ、今日は暑いって。そしたら DM で返信できないけど見てるんだけど、え、こっち寒いよみたいな、え、寒いよみたいな DM めっちゃ来たの。だから、あ、名古屋だけなのかと思って。暑かった。今日カーディガン着て出かけたら超暑かった。ショールームやってるの今気づいた。やっほー。群馬も暑かった。そうなんだ、何なんですかね。待って、超こじこじいるんだけど。こじこじ、かわいい、かわいいな。やっぱこじこじは不動の好きなキャラ1位かもしれん。やっぱ、いや、好きなキャラいすぎるんだよな。でもやっぱこじこじがかわいいなってめっちゃ思う。かわいいはこじこじ、かっこいいはフェアリーテイルのグレイなんですよ。こじこじ、みんなさ、カードキャプターさくらって知ってます？知ってるか。こにゃにゃちは、私は日常会話にこにゃにゃちはをどうにか入れたいんだけど、なかなか人前で使うのが恥ずかしい。お母さんには使う。これケロちゃん、さくらはハニャーンでしょ。ハニャーンっていうイメージ。こんにゃちは。え、ゆうゆう好きなんですか。カードキャプターさくら。カードキャプターさくらの中で好きなキャラはゆえですね。はい、あれは神じゃないですか。ゆえは美しいです、とても。なんかハウルの動く城のハウルみたいな、わかりますか。美しい、絶対みんな好きになるじゃん、あんなの。みんなよく知ってるね。ミオ怪獣じゃないもん。なんでしょ、怪獣ってお兄ちゃんに言われてる。さっぱりわからない。うん、相変わらずこじこじがたくさんいるな。でしょ、いいよ、君もミオ丸推しになってこじこじになってもいいんだぞ。ぜひ押してください皆さん。てかもう終わんなきゃいけないっていうね。じゃあそろそろ終わろうかな。このあとすぐ、21時から大富豪。なかなかポイントがね縮まってきてるのだから頑張りましょう。よろしくねみんな、コツコツ。今月まだ折り返しにも来てないですから。では
楽しかったです。またやります。バイバーイ。大富豪お願いします。カード設定して。またね。バイバーイ。